自立心の大塚です。岸田首相が政倫支援の出席表明ということですが、総理の狙いというのはどのように見てますか？子供が言うことを聞かないので、まあ、親が代わりに出てってお話をすると。ただ子供がやったことをね、ここまで総理が説明できるのかというふうには疑問に思いますけどね。まあ、一度は説明しますと手を挙げた人がですね、やっぱりやめたっていう、そういう状況の中で、そういう人たちにちゃんと総裁としてきちんと出て説明するようにっていうのを言えなくて、あるいは言っても聞いてくれないかどうか分かりませんが、まあ、それでじゃあ自分が出ていくと、まあ、そういうふうに見えるわけでありまして、まあ、自民党総裁としてのですね、党の全くガバナンスを取れてないで、自分が全然グリップできていないと自ら認めているということになるんじゃないかなというふうに思いますね。